くり ARCUS アークス RTA53 分41秒、星2。PC98 とかイニシエのマイナーゲームの RTA ゲーム。シナリオは精霊たちが人族に魔法の恩恵を与えたら、あ、封殺し。一部の人族がその魔法を尻死欲に使うという当たり前プレイをし始めたことに激おこぷんぷん丸した精霊たちがお前ら、もう魔法禁止なそれと今お前が住んでいる俺の土地、すぐに出ていかないとお前ら全員殺すからよろしく星プレイをされる。それに狼狽したその土地に住む王様は勇者に全部なんとかしてもらおうというプレイを始めるというシナリオ。シナリオの導入もよくできているしゲームシステムも何か革新的なことをしようと試みた結果、レベルシステムを廃止、エンカウントする敵を倒してもほとんど全く意味がないゲームシステムなど挑戦的でね。ただし、そのアイデアが面白いか面白くないかは別なのぜ、こういうレトロゲームがあらゆる可能性を追求してくれたから昨今のゲームはテンプレができて遊ぶ側はストレスなく暇つぶしをできるように最適化されたのぜ。このゲームはレトロゲームにありがちな、バグ取りが許容範囲内ではないのでシナリオ進行できない致命的なバグがたくさん入っているし、レベルシステムが廃止されたことでエンカウントと雑魚戦がひたすら苦痛。レトロゲー特有のほぼノーヒントで1000マスの中から1マスだけ当たりがあるのを総当たりで見つけろとか攻略サイトがないと理不尽すぎてやってられないゲーム。理不尽と無慈悲は主観なんだけど、例えば無慈悲に強い敵キャラとかを配置することでダクソなんかは成功したのぜ。ダクソプレイヤーは無慈悲されるのを喜ぶマゾプレイヤーの育成に成功したと言えるのぜ。反面、レトロゲームのように北に15とかって北ってどっちやねんということや、シナリオ進行できないバグとかストレス要素だとプレイヤーが感じる行為は理不尽なのぜ。スーファミのドラクエでも北とか南みたいな表現が出たけど、レトロゲーマーなら北は大抵上だと認識できるかもしれないけど小学生とかカジュアルプレイヤーって北ってどっちやねんってなるよね。このゲームはそういった自分では絶対に遊びたくないレトロゲーを RTA という方式で、ストレスがかかる部分を倍速処理してくれて、ほぼ最短でゲーム攻略してくれるプレイヤーのアウトソーシングをしてくれるというだけでもとても価値が高い。シナリオもレトロゲーとして雰囲気がよく出てるし、ある程度ホモ要素も入れてくれるので退屈だと思える部分をほんの少しだけ還元してくれている。